はい、タイハーバームクーヘンです。ただいまですね、板橋区の、メガドンキーホーテ板橋志村店ですねに来てます。で、このなんかドンキーホーテのなんかぐるぐる回ってるのがキャラクターがありますけども、今ですね、ちょっとマスクをですね買いにちょっとドンキーホーテにちょっと来ましたけども、ちょっとここからですねちょっとぐるっと回ってちょっと周り散策したいと思います。ちょっと何かですね近く回りたいと思います。こいつ中山道とですね、どこだろう、なんかどっかの通りの校舎のところみたいですけどね、ちょっと見てみましょうか。やっぱり混んでると思ったら、ちょっとこの中山道と、環八通りのちょっと校舎の交差点です。ちょっとですね、今から歩道橋乗ってですね、どういう感じか上から撮ってみたいと思います。新型コロナウイルスで結構感染が広がってきてるんで、ちょっとマスクを買いに来たんですけども、ちょっとあの後でドンキホーテに立ち寄りたいと思いますけども、ちょっと一旦そこのですね、あの周りをちょっと見てみたいと思います。方面がですね、この前、動画で皆様に投稿したと思いますけども、高崎とか埼玉とかですね、そっち方面ですね、国道17号線でございます。こっちはですね、本当東京方面ですね、あの巣鴨とかそっちの方に向かう。それでちょっとこっちが環八通りになってます。環八通りちょっと危険で見えにくいかもしれないですけども、環八通りと環南通りの国道17号線の中間地点なんで、もう混み合ってますね。むちゃくちゃですね。一応こういうところでございます。国道17号線は一応通るんですけど、自分も新潟方面行くときですね通るんですが、ちょっとこっちの都会の方には来る前にちょっともう足立区方面に曲がっちゃうので、もうこの辺はちょっとあんまり通ったことないんですけども、まあ、こういう雰囲気、こんな感じで車してます。まあで、こっちは東京に向かう方ですね。これは国道17号、まあ巣鴨とかあっちの方面ですね、向かう方面でございます。はい、まあそんな感じですので、これ以上なんか看板ですね、何行きとか書いてあるやつですね。はい、では、今の、場所がですね、板橋区の、志村ってところにあるですね、メガドンキホーテの、あの前の、国道17号線と環八通りの交差点ですねからお送りしました。ありがとうございました。